様、今のままではエリア147の47の星一帯が壊滅する恐れが。それくらいあなたが何とかしなさい、上級神でしょう。でももう時間か。仕方ない、だが、次地震でできなければ私の配下から抜けてもらうからな。すいません。これで、ハイパーノヴァの威力を全部抑えた、あとは好きにしろ。ありがとうございます。され、私はこのようなことで動かされて機嫌が悪い。はい。失礼しました。はぁ、疲れた、早く玉座に帰りたい。もう少しで完成できそうね、吐く。うん、あと少しで。できる。はぁ、疲れた、もう上級神なんだからハイパーノヴァくらいなんとかしなさいよまったく。ラル様、随分怒ってますね。今時の上級神は軟弱すぎるのよ。あれ、ハクちゃん、何作ってるの？ぬいぐるみ。です。かわいいわねー、私の配下にハクちゃんみたいな子欲しいわー。まあまあ、今の配下も頑張ってることですし。ダメダメ、もっとソルテやアリシアみたいに仕事できないと。そういえば、ラルとソルテとアリシアってどういう関係なの？帝国従属神の先輩後輩ね。私が上、次がアリシア、その次がソルテ。年もラル様が20歳、アリシア様が19歳、私がパト様と同じの18歳なんですよ。私とカナちゃんと、セッカ様、メリアちゃんが17歳で同じ年なんだよね。月下は19歳、ソフィアは15歳、コトカが俺と同じ18歳、割とみんな年は近いよね。私、一番年上なんだ。俺は月下とは違うタイプの姉さんができたみたいで嬉しいよ。まあ、主に言われるなら仕方ないわね。頼られてる感じで悪い気はしないし。それでね、これが今回開発された液体ってわけ。名前にすると、存在すべてが異質になる。20点ね。その異質ってどのジャンルの異質なの？パンにかけると、ドス黒い何かになったり、飲み物に混ぜると、ドス黒くなったり、ちゃんとドス黒くなるのね。ソフィアちゃん曰く、今回は3層にあった物質から出したからかなりゲテモノかもって言われたけど、異質世界1層のものでもかなりゲテモノなのに、なんで3層のものを引っ張り出してきたのかしらね。ソフィアですから。じゃあまた不採用ってことかな。そうねー、次は1層からまた作ってくれたら嬉しいわ。わかった、それじゃあ戻るね。ソフィアによろしく言っておいて。うん、せっか、おつか。すごくやつれてるわね。ねえねえ、私の配下に勝てないんだけど。まあ、先行部隊って神界の中でもトップクラスの実力集団だからね。私の時で、確か2位だったのよね、悔しいわ。私の護衛部隊はダントツ1位よ。部隊に神王がいたらそれは強いでしょ。所属神数第1位、所属女性神数第1位、領土第1位、治安第1位、先行第5位、護衛第1位、技術部門第1位、組織戦力第1位、最先端組織第1位、全総合第1位。あとは所属男性神数最下位くらいかしらね。やっぱり私が足引っ張ってるー。まあまあ、まだ一桁順位で収まってるだけマシよ。ここの先行部隊は他に比べて少数精鋭型、最上級神を最も多く所有している部隊だからね。確か500体中280体だったかしら。よく覚えてるね、ラル様。自分が所属する組織ですもの、それくらい当然だよ。ああ、ラル様は頭もいいし、強いし、優しいし、何でもできるし、すごいなあ。せっかもそれくらいの素質はあるんだから頑張らないと。そうだ、そういえばもう少しで、勤務時間も終わりになる頃ね。どうせなら特訓に付き合ってあげようか。ぜひお願いしますー。それじゃあそろそろ二人を起こしましょうかね。はい、それじゃあ、早速だけど、どこからでも来なさい。行きますよ。毎回ラル様の攻撃が届かない。ゼロ。ダメダメ、全く響かない。ほら、全部受け止めてあげるからどんどん攻めておいで。もちろん。本当に原子入ってるの、全然届かないわよ。原子量をもっと出しなさい。それじゃあ同レベル、それ以下には問題ないけど、それ以上の相手には効かないわ。はい。少ないわね、もう少し貯めれないの。あと時間がかかりすぎ、それくらいは瞬時に出しなさい。これだけ近距離なのに全然怖くない。撃ちますよ。どうぞ。結局ラル様の盾越えられなかった。まあそれは仕方ないわよ。でも数時間もあれだけの力を使い続けたのは良かったわよ。でも結局ラル様びくともしてなかったし。まあまあ私は神界最強の守護神って言われてるくらいだし。そうだ、今からどうします？よかったらまたティータイムどうですか？ごめんね、今からここにパトが来るの。パト、なんで？せっかと同じだよ。俺だって強くなりたい、それでラルに頼んだんだ。そうだったんだ、でもパトでもラル様は。大丈夫、絶対に迷惑は働かせない。そう、このエリアでは死なない、即復活エリア。命令だ、ラル。俺と真剣勝負しろ。遠慮はなしだぞ。したら許さない。
本気だ。本気で二人は殺し合おうと。待ってあんまり。やった。これで195勝目の完全勝利だ。あってな。いやあ、さすがラル。攻撃の周りにクッション製の膜を張るなんて。ああ、あれはショック受けてる顔だ。ふふ、まだまだ見たいね。本当、無謀だってわかっていながら。やっそくする。今は目にも止まらないほど弱いかもしれない。でもいつか、ラルを超えて、ラルを。ラルがありのままでいられる場所を俺が作ってやる。絶対にお前を一人になんかさせやしない。あの時の約束を頑張って果たそうとしてる。本当、変わったよね、私。どんなに弱くても、情けなくても。私のために、私みたいな嫌われ者なんかのために。すべてをかけてくれる人をかっこ悪いなんて思わない。待ってるからね、主様。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。